はい、ハム太郎でございます。アベルがね、重心化したんだけど、俺は持っていないので、まあ、こんな感じの編成でね、イデアやっていこうと思います。まあ本当にね、アベルだけで十分でしょぐらいの勢いね、編成したんだけど、まあとりあえずね、加速要因と、バフがけ？ただでさえ強くなったアベルに、バフがけしたらさらに強くなるんじゃねえかっていうことで今回はこの動画撮っていきますが、初手の編成は失敗してるな、これ。じゃあまあとりあえずね、見せていこうか。お、ダメージ与えた。はいはい。まあ、闇属性キラーだよね、一番は。闇属性キラーもらったの、状態上回復もらったの、アンチ魔法陣もらったので、SS が2段階になりましたよね、ってところ。ランページの反射 EL1 がついたんで、まあ、かなり汎用性も上がりましたと、はい。じゃあ行っていこうか。まあ、多分この辺はね、だよね。うん、まあまあまあ。この辺は想定通り。余裕しゃくしゃくで攻略していくことでしょう。いや、俺ね、アベル持ってなかったんだよね。イデアやってる時は、ずっとアベル欲しいなと思ってたんだけど、それ以降で、特になんかアベル欲しいなと思ったのが、なかったのよ。ほら、もう一個の豪絶のさ、ラウドラじゃなくて、なんだっけ、ノクターンじゃなくて、あの子、光のさ、あれ、まあいいや、名前忘れた。あの子の時も、結局、風雷アルファでね、こと足りたんで、アベルが、ね、それ以降必要なことがなかったのよ。だから、なんだろう、アベル持ってる持ってないを自分でもすっかり忘れてたんだけど、持ってなかったね。イデアやるのも相当久しぶりなんで、ちょっとクエストのね、そこの動き微妙じゃないとか、そういうのはなしでお願いします。あー、反射に無理か、やっぱ。ちょっとやってみたかったんだよね。いや、そもそも、ね、イデアで反射に来ることはなかったんで、うん、うわ、ひだめ痛えな。じゃあ、まあまあまあ、とりあえずやっていくんだけど、現状、これもしかして、ほら、これ拾わずに？あ、無理だわ。うん。弱点攻撃力アップ拾わないとさすがに倒すのは無理みたいね。まあ、その辺はね、あわよくば、この、私のお気に入り、ルナちゃんのね、バフがけ？これでね、ワンチャンなんとかなったりしたら面白いなぁなんて思っております。倒せんのかな？あ、ダメージ入ってる。弱点出さなくても、トライデント、多分トライデント言えるの方だけど、入ってるね、ダメージは。これは良い。まあ、ここは見せ場ないな。普通に倒しちゃおう。最近あれだよね。重力バリア、てか超重力バリアのね、安売りがすごいのよ。安売りって言い方あれだけど、逆に言うとなんだろう、普通の重力バリアだと、もうただただ物足りない感が出てきたね。ほら、ジャンヌと武田と、アベルちゃんみんな超重力じゃん？なんだかね、安売りってわけじゃないんだけどさ、ちょっとなんか、いっぱい出すぎな気もする。反射で、出ないよね。うん、あ、でもなんかほんのり削ってるわ。オッケー、とりあえずルナの SS 溜まったから、バフかけてみよう。もちろんこの状態だとダメージは通らないと思うんだけど、ちょっとお試しで、ほい。友情か。友情が入ってんのかな、ちょっと。うん、処理したわ。ごめん、バフかけする前に倒した。やっぱね、超線形解放と超重力で動ける量がめちゃめちゃ増えたっていうのがでかいよね。倒したりしねえかな。あ、バフかけるの忘れてた。普通に撃っちゃった。なんかワンチャン、なんかすごく場所が近かったから、うまいことさあれば弱点出るかなと思ったけど、まあ出たところでダメージ入んないと思うけどね。あ、いや、SS 打ってくか。で、まずは、はい。倒したね。右上倒したね、今。ちっちゃい弱点。弱点効果アップパネルなしでいける。OKOK。参考になったわ。死ぬな。死ぬ。いけんのかな、これ。出したけど、あ、うっそまさかだね。どう考えても、俺そこハマると思わなかったもん。なんとなくで打ったらハマったね、ちゃんと。出して、友情コンボ。うん、余裕でいって。多分これね、ランページ入れるだけでもいけてるから、相当ら、まあ、イデア、のね、運極をもし作ろうって今思う人いたとしたら、めちゃめちゃ強えよ。まあ、特化しちゃってっからね。で、さ、ここからはね、ルナのバフもかけてきます。もう、いいね。友情入ってるね。あと、ルナの殴りが若干入ったね、今。多属性だから火力には期待してないけど、ちょっとでも削るその心意気はよし。じゃあ、まず縦貫してみようか。今これマックスね。弱点パネル1踏みで秒だと思うけど。おい！やべえな。やっぱ殴り強いキャラとルナ合わせるの楽しすぎる。
バフ2倍だからね、ちょっとやりすぎな感じ出てるけど、まあでもこれでこそ最新のサポートキャラいいんじゃないの。じゃあとりあえずここでやることは今ないんだよね。ワンチャン上とか、また上狙ってみるけど出ないもんね、弱点。まあそうなるわな。さっきの時点でね、ダメージ入ってたんで、一筆でここ抜けましょう。ワンチャン、ワンチャン上弱でもいけるんじゃないの。倒した倒した。あーやっぱ無理か。さすがにね、弱点パネルなしだと上じゃ全然ダメみたいね。まあそらしょうがねえわな。うん、それはアベルが悪いんじゃない、俺が悪い、俺の安易な判断が悪かった。あ、これ見せ忘れた。同族系はこんな感じ。これと、3種。これで連れてきた。だ攻撃力4万超え。まあまあ、相当強化もしてるしね。バフもかかってるし、とんでも性能になっております。じゃあ、ここも、もうサクサクっといっちゃおうか。はい、突破でございます。てか、SS 使わなくても普通に倒せるね。SS を使わなくても軽く倒せるんだ。すげえや。はい、そしたらボス覚醒したんだけど、まあでも、こっからただただ蹂躙だよね。バフがけまだ一巡残ってるしね。これをどうしようかな。なんか、いや、触りづらいな。やめとこ。おー、上持ってった、上持ってった。バフかかってるとやっぱ相当だな。ただこのバフがけは別にね、攻略が楽になるっていう半分ネタでやってるから、そこご了承を。じゃ、今度、下弱でいきます。下弱弱点パネル2踏みで、じゃ、どんぐらい持ってきますかってやつ。あー、期待したほどではなかった。いや、まあ、実際すごいんだよ。実際すごいんだけど、ちょっと物足りないよね。うん、そんな気がした。はい、また溜まりましたと。お、なんか削ってる。友情か。友情で結構入ってんだな、これ。で、今度は真ん中弱点行きましょうか。はい。あ、もう余裕だな。そりゃそうなるよな。アベルか。なんかこうやってやってると欲しくなるよね。もちろん、カシモン使えばこうやって手に入るんだけど、なんだろう、自分のアベルが欲しいっていう気持ちになってくる。こんだけ軽く出てると。いいね。若干でも宮本武蔵の立場がなくなっちゃうんだよね。そう。武蔵もほら似たような感じじゃん。確かブロック持ってないよね。ブロック持ってないけど、いや、めどくさいキラー M だけど。まあ、そう、差別化できるんだけど、できるんだけど、なんだろう。持ってかれた感がすごい。どうすかな。最後のバフか。これじゃあ処理しちゃいたいね、もう。じゃあ、使っちゃうか。これでいけんじゃねえの。ああ、一発で持ってってるわ。パネル1個踏んでたのかな？左上が今反応しなかったから最後。まあ余裕だよね。ごめんなさい。ちょっと喉がね。昨日カラオケ行ったんで、ちょっと喉やられてます。あー、触りづらい。いや、いけるっしょ。どっちか一体でいいよ。こっからはね、アベルの、純粋な実力でやっていこうと思います。うん。そうそうそう。それが狙いだから。うん。ワンチャン出れるかなと思ったけどね。はい。右下、ランページできっちり処理するの確認 OK です。まあそうだよね。あそこ確か友情を軽く入れば倒せるしね。ワンチャンワンチャン。お、弱点出てる。まあ反射でもう一回は厳しいか。でも削った方だな。で、こっから純粋アベルなんで、じゃあ普通に攻略してみよう。くるっと回って弱点パネル出してもう一周。今のアベルなら余裕だろ。あ、うん。俺の技術だ。ちょっと欲をかいた。三つ行くべきじゃなかったね。ああ。お、なんか削った。そしたらだ、4P か。あー、どうすっかな。これ戻ってこれっかな。いや、来れる気がする。はい。加速。
まあ2踏みでこれか。びっくりするほどじゃなかったけど、まあまあ削ってくれるね。はい、もう地味だな。なんだろう、バフかけてる時が強すぎて、まあ、これが、まあ、これでも十分強いんだよ。これでも十分強いんだけど、バフの時が強すぎてさ、なんかちょっと見栄えしない感じになっちゃってるけど、十分なんだよこれマジで。はい、じゃあラスゲやっていこう。バフがけミスったのが渋いな。ただまあこれだけは言えるわ、もうイデアは楽勝だね。当たり前やけどこんなの。お、なんかちゃんと左上削った。やっぱトライデント威力高いな。スワビだからキラー乗ってるしね。ただまあ友情コンボでゴリゴリ押していけるほど強いかつてはそこまでじゃないと思うけどね。強いことは強いって感じ。はい、持ってった。左下持ってきたかったんだよな今のは。個人的にはすげえな。ルナがもう SS 溜まることだよね。出す出す、弱点出す。じゃワンチャン反射で、おお倒した。待って、今普通に倒したんだけど。ほら、忘れちゃいけねえ、デビルズはね強いよ。でまあ超枚数無機なのかな今言ってみたから。持ってったねサクッと。じゃあまあこっからはね、うん、改めてじゃあバフかけていこう。なんだろう、バフ病だな最近。なんでもかんでもバフをかけたがる。あーマジかマジかマジか、終わったわ。強っ。やっぱルートしっかり取れてればめっちゃ強いね。今ちなみに左下の雑魚狙ってたまたまハマったんだけどね。はい、強いです。バイバイ。